皆様こんばんは。こんばんは。今宵も元気に、はい、ラジオ夢物語始めたいと思います。思います。最後までぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いします。始まりましたね、和尚さん。始まりましたね、はい、この番組ね、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、ですね、今回は和尚さん、はい、この番組どういった番組なのかという説明をよろしくお願いいたします。はい、皆様には夢はありますか？夢を諦めてはいませんか？このラジオ夢物語はゲストさんに様々な企業の社長さん、様々な職業の夢を持った方、これから夢に向かって羽ばたいていく今夢の卵の方をお招きさせていただき、今後どのような思いでやられていくのか、どのような展望を描きながらご活躍されていくのかを語っていただく回と、はい、各 MC がコーナー企画を持ち寄って披露する回と、様々なことにチャレンジしていく、うん、そんなラジオ番組となっております。そうですね。そして僕ら MC もね、はい、全夢を持っておりますので、そうですね、このラジオを通して一歩一歩夢を実現していきたいなと思います。そうです。はい、はい、ということでですね、はい、私の方から自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、はいはい、地球生誕27周年、日本を愛あふれるアイランドにするために日々貪欲に皆様の笑顔を狙いに行きます、松山真嗣です。そんな愛の伝道師松山真嗣と本日 MC を担当させていただきますのは、はい、人の心を揺さぶる声優になりたい、立ち位置は半歩後ろ、気持ちは一歩前の鷲尾春です。よろしくお願いします。ということでね、はい、まあ、鷲尾さん声優目指していらっしゃるということで、はい、まあ、今回2人で MC やらせていただくのにあたりまして、まあ、声優イコールアニメ、アニメイコール秋葉原かなと僕思いまして、はい、秋葉原でね、打ち合わせさせていただきましたね。行きましたね、はい、はい、それでですね、まあ、秋葉原といえば僕がですね、ボークスという場所でレンタルショーケースといいまして、まあ、アニメフィギュア等を売ってるんですけども、はい、やっぱり僕はですね、そのアニメフィギュアっていうのはロボット関係は好きなんですけども、まあ、美少女系といいましょうか、はい、そういった系はちょっと弱いので、はい、まあ、鷲尾さんにね、ちょっとボックスを見ていただこうと見ましたね、思いまして、見ていただいた結果どうでした？見てみましたね。ダメですね。ダメですか？違いますね。なんていうんですかね、はい、あのちょっとね、うん、いや、まあ、人気あるなしあるんですけど、はい、人気ある子がちょっと奥に行っちゃったり端っこにいたんでね、はい、ちょっとね、真ん中にね寄せてあげてね、前、うん、前列にねちょっと寄せてあげて、はい、ちょっとごめんなさいなんですけど、ちょっとこの子あんまり人気ないんで、ちょっと奥の方にね、ちょっとね、うん、ごめんねって言ってね、奥の方にねちょっと、そうですね、入れてね、まあちょっと陳列を変えていただいたと、ちょいちょい変えましたということで、まあ、あの、はい、僕が陳列した状態のものを撮影して、で、陳列を変えた後の和尚さん、プロデュースのものも撮影しましたので、はい、まあ、ブログで上げていきたいと思いますので、はい、番組後半であのご紹介しますので、はい、ぜひ交互期待ということで、交互期待ということで最後までぜひ聞いてほしい、はい、と思うんですけども、はい、まあ、そこでですね、やっぱ和尚さんがねちょっと火ついちゃいまして、まあ、ちょっともうちょっと最新のアニメのフィギュアを並べたい、そうっすね、ということで、ね、秋葉原の UFO キャッチャーをやりに行きましたね。行きましたね。行きましたね。でちょっとね、はい、見つけたんですよね。そうですね、あ、この子を取れたら、うん、まあそこそこで売れるんじゃないかな、よく多分ちゃんと売れてくれるんじゃないかなっていう子を見つけまして、はい、そうですね、見つけてくれました。ちょっとね、やってみたんですよね。やってくれましたね、和尚さん。やってみましたね。いくら入れたんでしたっけ？ですね、合計何分ぐらいですかね、2000、いや、うん、2500か3000か。なるほど。とりあえず入れましたね。入れましたね。で、和尚さんから名言が生まれたんですよね。生まれましたね。はい、何でしたっけ？ですね、UFO キャッチャーはね、貯金箱ですよね。貯金箱らしいんですよ。まあお金をね、ガンガン入れてね、ガンガン入れてね、まあ、結局計6000円ほど入れて手に入れたアイテム数は2つというね、2つね、あとね、まあ、個人的にね、取ってきて、それで2つですね。なるほどですね、はい、まあ、そのね、2つはね、あのボックスでは陳列しないんですけども、和尚さんの宝物としてね、あの一生思い出に残ると思いますんで、まあ楽しい打ち合わせをしながらね、はいはい、まあ、夢物語をお送りさせていただいているという次第なんですけども、はい、まあ、そんな形で今回も楽しく ね、お送りさせていただきたいなと思いますので、はい、本日もゲストの方いらっしゃいますのでご紹介したいと思います。お、はい、本日はですね、はい、あのゲストの方と当番組プロデューサーの対談形式でお送りしたいと思いますので、ご両名ご紹介したいと思います。当番組プロデューサーの伊藤翼さんとアスレティックトレーナーの佐々木健さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、早速ということでね、まあ、あの健さんがね、今何をされている方なのか軽く自己紹介をしていただければなと思うんですけども、お願いします。はい、皆さんはじめまして、アスレティックトレーナーと鍼灸師の仕事2つやらせていただいております佐々木健と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アスレティックトレーナーとして今ラグビーチームの帯同が週に2回、はい、鍼灸師として接骨院の勤務が週に大体3から4回、うんうんうん、あとはあの個別で、治療の依頼だったりだとか、
あトレーニングしたいなっていう人の依頼を受け持って、まあ、仕事をしてます。なるほどですね。最初の紹介の時にもちょっと気になってたんですけど、まあ、鍼灸師って、まあ、針を刺す仕事っていうイメージで、まあ、よくなんか街歩いてると看板とかも出てるじゃないですか、はい、なんですごい、はいはい、まあ、イメージしやすいというか、そうですよね、まあ、よくわかるなって方も多いんじゃないかなって思うんですけど、はい、アスレティックトレーナーって何ですかみたいなところが多分皆さん思われてると思うんですけど、詳しく説明してもらってもいいですか。はい、そうですね、分かりやすいところで言うと、はい、最近までラグビーのワールドカップ盛り上がってたじゃないですか。はい、盛り上がってましたね。今生中継でね、うん、夜遅くまで見てた人なんかもいたんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、ラグビーだとコンタクトが激しいスポーツなのって、はい、まあ、その時に怪我しちゃう選手とかいるじゃないですか。で、なんかそこでレフリーがピピピピって笛吹いて、はいはい、まあ、試合を止めます。脇からバーって走ってくる人、はい、いますね。見たことありますかね、はい、なんかメディカルとか微物つけた人、はいはい、あの人です。なるほど、うん、っていうことは、はい、そのなんですか、試合とかしてる時に、まあ、例えば選手が怪我しちゃった時に、うん、まあ、ちょっとしたっていうのか、緊急の、ま、なんかなんだろうな、お医者さんみたいな感じのお仕事なんですか。そうですね、まあ、医療関係の窓口に近いお仕事をさせていただいております。なるほど、はい、まあ、その時の出血止めたりとか、はい、はい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 、応急処置なんかも仕事の一環でやらせてもらってますね。はいはいはい、他にはどういうことをされるんですか。あとは選手並べて笛吹きながらこうウォーミングアップの場面があったりだとか、なるほどなるほど、あと怪我した後の選手のリハビリだったりだとか、あと試合前のテーピング、なるほどですね。なんかドラマ、たまにスポーツのこう白いテープをぐるぐる巻きとか、ありますね。あれをちょっとまあ専門的にやらせてもらってます。へー、なるほどですね。じゃあなんかそのスポーツ選手のお医者さんみたいなイメージに近い感じ。なるほどです。じゃあそんなケンさんが今やってる、まあ、施術っていうのは、まあ、具体的にどういうことをされてるんですか。そうですね、施術は一般の方に、はい、行うものが多いんですけども、はい、私の施術っていうのは、はい、人の本来の動きを取り戻すための施術を行っております。本来の動き。そう、本来の動きなんですよ。何ですかそれは。人って意外と正しく動いてないんですよ、はい、へー、とはなんていうんですかね、人は本来この正しい、例えば呼吸、うん、正しい座り方、はい、正しい立ち方なんかをしていると、はい、実は効率よく動けるんですよね。へー。で、正しいそういう動作をしていれば、はい、疲れにくく快適に生活を行えるんですけれども、はい、まあ、それが今できなくなっているから肩こりや腰痛が増えてるっていうのが今のなんですか、人の現状なんですよ。そうなんですね。なので僕の施術っていうのは、はい、そういう人たちに例えば正しい呼吸、座り方、立ち方なんかをこう思い出してもらうようなイメージですね。それを実際にやらせていただいてます。なるほどですね。っていうことはつまりその、まあ、正しい呼吸だったりとか座り方だったり歩き方ができてれば病気になりにくいっていうだけじゃなくて健康的にいられるってことなんですか。そうですね。ただまあ極端な話なんですけど、はい、まあ、どんだけ正しい動きしてても、はい、まあ、例えば10キロ走りましたとか、はい、なんか徹夜で仕事しましたとか、はいはい、それになんかちょっと範疇を超えたものは、まあまあ、はい、まあそれ疲れるよって話だと思うんですけど、なるほど、はい、ただまあ普通に考えたら、はい、朝起きて電車通勤したりだとか、はい、会社ついてデスクワークして、はい、お昼ご飯食べて、はい、まあ、例えば午後挨拶回りとか、うんうんうん、まあ、お仕事いろいろ皆さんやられてると思うんですけども、はい、なんて言ったらいいんですかね、うんうんうん、まあ、そのぐらいのレベルであれば、まあ、特に問題なく過ごせるはずなんですよね。人の体ってすごい体力もともと持ってるので。そうなんですね、はい、へー、すごいな。でまた体が元気になれば、はい、心も元気になると私は考えてるんですよね。例えばものすごく疲れてる状態で、うん、今日日曜日の夜ですけど、今日はーしたも仕事かって思いながら寝て起きたら、はい、ああっていう人結構たくさんいるじゃないですか。少なくないですね、はい、それはその通りだと思います、はい、でも、まあ、正しい歩き方とか呼吸とかで、うん、そういう体のダメージを減らしてあげれれば、うん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 、よし明日も頑張ってみるかと。なるほど。ちょっと気合が張るんじゃないかなと思いまして、はい、へー、ということはそういうなんかいろんなことをね教えてるってことなんですけど、ちなみにちょっとその普段の動きってところでちょっと最近僕気になってることがあって、はいはい、まあなんですかね、仕事上というか、まあ、よくご飯食べた後すぐ打ち合わせとかって、うん、まあ、たまにあったりして、まあ、結構皆さん、はい、ちょっと眠いよねこの時間みたいなことを言う方って少なくないと思うんですけど、はい、あれも要は結局正しい呼吸とか座り方ができてないから眠くなっちゃうんですか。
まあ、そういうのもあるんですけど、はい、それは逆に栄養面ですね今度は。最近糖質が多い食べ物をめちゃめちゃ食べてるんですよとか言いつつ、まあ、あの例えば定食にこううどんがついてたりとか、はい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 、あのパスタの隣にパンがついてたりとか。実はあの糖を取りすぎると、はい、その体の血糖値っていうのはガーンと上がるんですけど、その反動でガーン下がっちゃうんですよ。なるほど、食べた後にってことですよね、はい、それで眠くなっちゃうっていうのが結構大半ですよね。なるほど、お昼の眠気は。ということはその糖を昼食の時に取らなければ、はい、眠くならないってこと。そうですね、確率は上がると思います。あ、本当ですか。じゃあちなみに糖を含んでるものって、はい、まあ、さっき挙げたみたいにパスタ、うん、うどん、うん、パンってことは多分ご飯もダメですよね。そうですね、白米も結構ガン上がっちゃいますね。なるほど、じゃあ玄米とかそうですね、はいはい、そういうの食べれば抑えられるかもしれない。そうですね、玄米とか全粒粉、まあ、あの小麦粉を生成してない茶色い粉とかで作られたパンとかだったら、はい、まあ、比較的いいかなみたいな。なるほどですね、はい、ということはケンさん自身はその体のことが分かっているだけじゃなくて、うんうんうん、その栄養のこととかも分かってるってことなんですかね。そうですね、人の体っていうのはこう食べたものでやっぱ作られるので、うんうんうん、食べたものであなたができてますっていう感じなので。なるほどですね、その辺も頑張って勉強中です。いや、素晴らしいですねそんなじゃあ今のお仕事に関わったきっかけってどういうところなんですか。それなんですよ。え、何ですか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 。あの私、はい、まあ、高校の進路を決めるときに過ごされないだろうって決めたんですけども、商業高校だったんですよ私高校の時。で、例えば、大学に進学する人にはあの大学の説明会みたいな、就職するときは就職の説明会、まあ、専門学校の説明会みたいな、いろいろなブースがこうまとまってこう説明するみたいな、そういう学校の進路を決定するためのイベントがあったんですけど、その時に私当時好きだった女の子がいるんですよ。え、そういう話ですか。え、そういう話。え、結構真面目な話で来ましたよね今までずっと。いやいやいや、途中まで途中まですごいいい話だと思ったんです、はい、え、そういう感じ、はい、結構決断は軽くて、あ、はい、あの私もともと体育教師になろうと思ってたんですよ。母親が教師やってたりだとか、はい、あの当時私部活での顧問の先生がすごくいい人で、はい、ですで、まあ、自分もこう体を動かしながら、うんうんうん、なんか人に物を教えられたらいいかなと思ってて、はい、で体育教師っていう選択肢があったんですけども、はい、あのまあ、当時好きだった女の子が、はい、あの私スポーツ系の専門学校の話聞いてみようかな、はい、っていうのをちょっと盗み聞きしちゃったんですよ。あ、盗み聞きしたんですか、しかも、はい、そう、面と向かってじゃないですよね、はい、ここのポイントは。なるほど、はい、なんで、はい、そういう話を聞いた手前、はい、なんて言ったらいいんですかね、まあ、ちょっとじゃあ教育学部の話を聞くと同時にじゃあそっちの専門学校を見に行こうって言って行ってみて、で聞いた話がすっごい面白くて、はい、え、どんな話だったんですか。例えば何ですかね、君たちがやっている腕立て伏せは正しい腕立て伏せじゃないかもしれないとか。なるほど。なんかすごいマニアックな話なんですけどね、あの、はい、なんて言ったら普通にやってる腹筋もしかしたら腰痛悪化させてしまっ、はい、悪化させてしまっているかもしれないか、そうです、しまってるんじゃないかなっていう話があったりだとか、うん、そういうのにすごい興味惹かれて、でじゃあ学校を見てみて、なるほど、で進路を決めた、で今が、なるほどですね。え、じゃあそれこそその何ですか、その何ですかね、そのあの当時好きだった彼女の、はい、まあ別にあなたに対して言った一言ではないけれども、はい、一言によって人生が変わったってことなんですね。そうですね。ちなみになんですけど、はい、あの多分気になられてる方もたくさんいると思うんですけど、はい、その後その女の子とはどうなったんですか。いや、私すっごいシャイだったんで、はい、でしかもその当時好きだった女の子に彼氏がずっといたんですよ。あ、なるほど。なんか1年ぐらい付き合ってた彼氏がいて、はい、で、その彼氏と別れちゃった時にチャンス到来、はい、そうチャンス到来だったんですけど、あの僕の当時仲良かった女友達が、はい、我々ちゃん別れたって知ってる、え、知らない知らないみたいな、はい、じゃあでもメアド聞けないしなとかって言ってたら、まあ、その子が仲取り持ってくれて教えてくれたんですよ。なるほど、はい、メアドも聞きました。はい、聞きました。彼氏もいなくなりました。けれども私チキンだったんです。チキンだった。はい、あのメールしてるうちに、はい、なんかこう会話が続かなくなって、まあ、なんかあの、なるほどですね、はい、はい、ということで次の話題に行きましょう。ありがとうございます。はい、はい、そんなね、あの理由はね、あの不純だったと思うんですけど。いや、不純じゃないです。不純じゃない、純粋な心です。純粋な心からの、あのアスレティックトレーナー、スポーツトレーナーをね目指したとのことなんですけど、まあ今ねこのご自身があの関わられている業界に関してどういうことを今思っていらっしゃいますか。
そうですね、はい、まあ、私スポーツトレーナーの仕事が一番多いんですけども、はい、それと同時にまあ治療家として例えば肩こり腰痛の改善とかに携わることが多いんですけど、その時に結構治療家の方で多く出てくるフレーズが、はいはい、痛くなったらまた来てくださいね。あ、よく聞きますねそれは。あとはまた辛くなったらまた来てくださいねっていう方がほとんどなんですよ、でもこう体を治すこと、治すことっていうのを本質的に捉えた時に、はい、果たしてそれで合ってるかどうかっていうところにやっぱ疑問を持つんですよね。なるほどですね。なのでっていうことはその、はい、なんですか、治すっていうよりかはその治す、なんだろう、痛くなったとか悪くなった時にああだこうだというよりもその前に予防した方がいいんじゃないかってことなんですか。そうなんですよ。なるほどですね、はい、ちなみにそのアスレティックトレーナーっていうのはその、まあ、選手が怪我した時に助けるっていうところもあったと思うんですけど、ウォーミングアップだったりとか、テーピングってまあそのどっちかというと予防というか怪我しないためにっていうところなんじゃないかなと思ったんですけど、そういうところですよね。そうですね、アスレティックトレーナーっていうのはもともと予防に長けてるんですよ。はい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 、こうやっぱり選手が怪我 し,、はい、したらどうしようっていうよりも、させない仕事の方がメインなんですよね。だからあの一生懸命トレーニング指導させていただきますし、はい、テーピングを任せていただきますし、はい、それは一般の人にも同じことが言えるんですよ。なのでただ治っただけじゃなくて、例えば治ったから姿勢を気をつけてみようとか、食べるものにもう少し気を使ってみようだったりだとか、こうその人の生活スタイルですね、もう根本的にこう影響を与えるような治療家さんたちがやっぱ、たくさん出てくるってことがやっぱ業界的に大事なんじゃないかなと思ってます。いや素晴らしいですね、まあ、確かにそうなったらいいなと思いますね。ちなみになんですけど、スポーツ選手っていうところで言うとすごい、まあ、イメージしやすいっていうか、まあ、テーピングとかっていうのもよく、まあ、テレビとかでも見たりしますし、怪我した時に、まあ、メディカル走ってくるのも、まあ、ラグビー以外だとサッカーとかよく、よく見るシーンの一つじゃないじゃないですか。そうですね、サッカーだとよく見ますね。ありますよね、はい、ってなってくると、じゃあケンさんが普通のお客さんに対してどういう施術を今してるのか、そのあたりについてお話聞いてもらえ、聞かせてもらえますか。私の施術というのは、はい、基本的には90分いただいてるんですよ。はい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 、はい、でその90分の中で先ほど言ったの体本来の姿に戻してあげる、はい、なるほど、作業をずっとやるんですよね。はい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 、はい、でその手法っていうのはいろいろあるんですけど、はい、最初はやっぱり呼吸を元に戻すってことが大事なんですよ。なるほど、はい、人って生まれて初めてやる動作っていうのが呼吸なんですよ、はい、おぎゃーってやつですか。そう、赤ちゃんのおぎゃーってやつ。おぎゃーってやつが僕、なるほどね、なかなか鋭いですね。素晴らしい、今冴えてました。はい、はい、で、まあ、正しい呼吸身につけていただいたら、はい、正しく寝ていただいてとか、はいはいはい、でさっき言った正しく座れるようにする、はい、で、うんうんうん、立てるようにして歩けるようにして、まあ、その人の体をその90分の中で、はい、例えば針使ったりとかトレーニング使ったりだとか、さまざまな手法で戻していくっていうのをやらせていただいております。なるほどですね。ちなみになんですけど、はい、さっきから出ている正しい呼吸、正しい座り方、正しい立ち方あると思うんですけど、今の話で、まあ、一番ね初歩的なところで言うと、まあ、正しい呼吸が、まあ、大事だということがよく分かったんですけど、はいはいはい、じゃあそもそも正しい呼吸って何ですか。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。あ、本当ですか。やってみたいです、はい、じゃあ、はい、じゃあ右手を胸の前、右手を胸の前、はい、まあ、胸にベタンとくっつけてください、はい、くっつけました。でお腹にベタンとくっつけてください。くっつけました。おへそあたりですね、はい、そのまま大きく深呼吸してみましょう。でなるほどですね、はい、なるほどですね、この時にどっち膨らみましたか、はい、って話、右手と左手、お腹が膨らみましたね、お腹が膨らみました、お腹膨らみました、胸膨らみませんでしたか。胸は膨らまなかったですね。はい、これ両方膨らむのが正しい呼吸なんですよね。ほう、でこれそれはどうすれば、はい、なんですか、両方とも膨らむようになるんですか。はい、そうなんですよ、腰の筋肉の柔らかさとか、はい、首の筋肉とかいろいろあるんですけど、まあそこ話すと僕マニアックコースになるんですけど、多分1時間ぐらい話しちゃうみたいなね。平気で1時間喋ります。なるほどですね、はい、まあ、その辺もね、意外にそのな腰とか首なんですね。なんか呼吸ってどっちかというと、まあ、肺でしてるようなイメージがすごい強かったので、まあ大事なのって、まあ、肺とかお腹、なのかなって思ったら腰とか首も大事なんですね。はい、そうなんですよ、まあ、お腹が動かなかったら肩、はい、例えば腰とか首が頑張って、はい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 、それが肩こり腰痛になるっていう流れなんですよ。いやすごい、なんか初めてその原因が分かったというか、はい、今自分肩こりじゃないんですけどあんまり気持ち、その気持ちは分かんないんですけど、まあそういう何ですか、理屈でなるんだなっていうのをすごい今理解できました。ありがとうございます。と、はい、いうことは、まあその詳しいね話を聞きたい方はね、もうケンさん自身直接アタックしてくださいって感じなんですよね。あ、もうぜひアタックしてください。なるほどです。そんなケンさんは、はい、まあ、今アスレティックトレーナーとして、はい、まあ
いろいろ活動されていると思うんですけど、はいはいはい、まあ、今後どういう活動をしていきたいだったりですとか、はい、まあ、今後の、まあ、夢とかについて、うんうんうん、まあ、夢物語ですので、なるほど、ぜひぜひ熱く、はい、熱く語っていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。はい、はい、じゃあ語ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、僕は、はい、あの日本にもっとこう予防の概念を広めたいって考えてます。はい、結構なったらどうしようって考えて病院に行かれる方非常に多いと思うんですけど、体のことを考えたら本質は予防にあると思ってるんですよ。はい、で今国の医療費、日本の国の医療費っていうのが、はい、実は40兆超えちゃってるんですよね。うん、結構多いですね、はい、それ、今日本の国費がだいたい96兆円って言われてる。じゃあ約半分ぐらいってことですね。もう相当家計簿にしたら病気ですよね。すごい半端ないですね、それは。もうこれ警報鳴らしていいと思うんですよね。間違いないですね。はい、うん、なのでその中で例えばじゃあ予防 やりましょうって言っても、はい、例えばあの雑誌やテレビインターネットで簡単に情報は手に入るんですよね、はい、今。そうですね。ただその情報がその人に合ってるかどうかって見極められないっていうのが問題だと思うんですよ。確かに情報だけ溢れてて、うん、なんであの私はその情報をこう見極めて、はい、その人の金に合ったものを提供してその人のライフスタイルを良くしていけたらいいかなと考えております。なのでこう最終目標は体の案内人ってところですよね。はい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 、もう A さんだったらこれ、 B さんだったらこれ、これであなたの体良くなりますよねっていうのがもっともっと広がっていけば、はい、こう元気な人が増えて、なんですかね、国の国費の削減だけじゃなく、はい、まあ、怪我しにくいだったり病気になりにくいっていう人がね生まれていくということですね。なるほどですね。ちなみになんですけど、その例えば今まあインターネットのおかげというか、まあ多分これはせいっていうところもあると思うんですけど、まあ情報がたくさんありすぎて、まあそれこそまあ A っていう媒体ではまあこれがいいって言いながら B っていう媒体ではそれはダメだっていうケースってまあ結構あの多くあるんじゃないかなって思ってる時に、まあ要は情報の取捨選択をしないといけないかと思うんですけど、その時になんか気をつけなければいけない点とかって何かあったりするんですかね。そうですね、まずは、はい、あの自分の体をちゃんとそもそも知ってるかどうかが大事だと思うんですよ。あ、なるほど。自分の体を知っていれば、はい、あのこの知識は私に合ってるかもしれない、合ってないかもしれないという基準ができてくると思うんですよ。ただその話を専門家に聞いたことがありますかってところが一つポイントだと思うんですよね。なるほどですね。なのでまず情報云々管理よりも、はい、まず取り入れる前に自分自身の体をよく知ってもらう、特に姿勢なんかに鏡見てもらったりだとか、はい、そういうのを見てくれるスポーツトレーナーさん必ず今、はい、たくさんいるので、まあ、そういう人たちに会って自分の体を聞いてみるといいかなと思います。なるほどですね、はい、いやすごい分かりやすいアドバイスありがとうございます。じゃあそんな、まあそのまあ、専門家に聞けばいい、なるほどと思ったんですけど、はい、じゃあ今この、ね、ラジオを聞いて、まあ、ぜひ、はい、佐々木健さんにあのお話聞きたいだったりですとか、はい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 、施術してほしいとかっていう場合に関しては、はい、まあ、どうやってコンタクトを取ればいいんでしょうか。はい、私の Facebook に連絡していただければ嬉しいかなと思います。はい、あの名前は、はい、佐々木はあの佐々木小次郎の佐々木、佐々木小次郎ですね、はい、はい、で健はあの健康の健です。素晴らしいですね。もうなんかまさにもう健康のことに関わるために生まれた、はい、漢字の名前でございますね。そうですね、親に大変感謝しております。素晴らしいと思います、はい、ということでもう一度確認させていただきたいと思います。佐々木小次郎の佐々木に健康の健で佐々木健、こちらであの検索していただければ Facebook に連絡できるようになっているかと思いますので、ぜひぜひご連絡いただければなと思います。はい、そして最後にですね、リスナーさんに向けて何か一言あればぜひぜひぜひお願いいたしたいと思います。はい、はい、体の悩みっていうのは結構尽きないことだと思うんですよ、はい、疲れが溜まりやすかったりだとか大変なことたくさんあると思うんですけど、はい、努力すればあなたの体変わります。はい、努力の仕方をぜひ私たち専門家に聞いていただいて取り組んでいただければいいかなと思いますので、はい、ぜひともトレーニングしましょう。よろしくお願いします。はい、ということでね、僕も実際ね、あの佐々木健さんにいろいろ見てもらって、あの体が軽くなったとまではいかなかったんですけど、肩がすごい動きやすくなって、まあ、実際の生活にねちょっと支障が出てた部分があったんですけど、それが、まあ、少しだけ改善されたので、やっぱりこういうのは多分一回やるだけじゃなくて継続していくことが多分大事なんじゃないかなと思いましたので、ぜひぜひ皆様もね連絡してみてはいかがでしょうか。ということで今週は私伊藤翼と佐々木健のゲストでお送りいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ゲストの佐々木健さんと伊藤翼さん、ありがとうございました。はい、いや予防ということでね、はい、体調管理本当に気をつけたいと思います。そうですね、はい、まさにそうですもんね。まさにそうですね、 今そうですもんね。はい、はい、
ということで、来週のラジオ夢物語 MC がカメレオン女優こと玉川有沙さんと、来週2回目鈴木咲子さんとなっております。はい、そしてですねコーナー企画旅行好きの玉川プレゼンツ女子会 in 韓国となっております。韓国、初コーナーですね、はい、楽しみですね。楽しみですね。こうご期待ということで、はい、ぜひぜひ来週も聞いてください。はい、はい、ということでね、先ほどもありましたけども、はい、まあ寒くなってきましてね。寒いですね、僕ちょうど、はい、僕ちょうど風邪ひいちゃいまして、はい、まあ、本当にね寒さ対策皆さんしてほしいなと思うんですけども、はい、鷲尾さんなんか寒さ対策とかしてらっしゃいます？むしろ寒さに、と戦ってきましたもん。戦ってきた。ほう、あのですね、はい、ツーリングにね、ちょっとね、はい、新潟県までツーリングに行ってきまして。なるほど、車じゃなくてツーリング。ツーリングでしまして、寒さに戦いに行きましたね。寒かったっすよ。寒そうですね。あのですね、はい、あの群馬県越えるあたりですかね、うん、その辺から雨が降り出してですね、はい、若干雨降り出して、それまでは晴れてて、はい、ツーリング日和、ツーリング日和、ひゃふわーいとか言いながら運転してたんですけど、はい、雨降り出して寒いとか言いながら、うん、まあ新潟頑張って着いたんですけど、うん、でまず新潟着いて目についたのが、はいはい、信号機なんですね。信号機、あの都会だと、横に青黄色赤って並んでるじゃないですか。そうですね、横並びですね。やっぱ雪国ですね、はい、縦に並んでましたね。なるほど、あの雪が積もって信号機折れないようにっていう感じですかね。なるほどですね。で縦に並んでまして、はい、でそので翌朝、うん、翌朝に、はい、日本海、うん、朝日が昇る日本海をね、はい、見てきました。ほー、綺麗そうですね。めっちゃ綺麗でしたよ。最高でした。最高した。本当にね、もう大海原にね、うん、映るあの赤色、朱色、太陽の色ですかね、はい、が映ってて、あと本当に清々しい朝の空気とともに、うん、素晴らしい景色と、はい、あとですね奥の方にですね、ええ、佐渡島かなっていうのがね、ちょっとうっすらなんかっぽいのが見えましてね、それもまた感動でね、うん、なんか想像できました。もう海の前でね、うん、もう二人で、まあ、二人で行ったんですけど友達と、うん、はい、もうはしゃいでました。いいですね。僕も一緒に行きたかったっすよ。行きます？行きましょうよ。ツーリング、はい、行きましょうか。はい、あ、ぜひ行きましょう。行きましょう。あ、僕でもね 50cc しか運転できないです。あ、じゃあ 街中をねのんびりとね行きましょう。あ、のんびりと行きましょう。あ、もうぜひ、はい、じゃあ僕と一緒に行ってくれる。行きましょう。やった。じゃあぜひね、あの聞いてくださってるリスナーさんも交えて、はい、みんなで行きましょうよ。はい、あ、いいっすね。行きましょうか。はい、あ、じゃあ企画しましょう。企画します。はい、ということでね、ちょっとその辺をね、ちょっとブログでね、自分ね上げていきましょう。ツーリングのことも載せてるんでね、はい、はい、ですね、鳥の和紙におっぽのを、春夏秋冬の春で和紙を春、うん、でプラスあの声優って付け加えていただきますと、はい、ツイッターとブログと出てきますので、あのツーリングのことも載ってますので、うん、他でも何でもいいんでコメントいただければありがたいです ですね、はい、絶対返しますんで、はい、で、はい、まっちゃん のボークスの出店の方は、そうですね、あの出店前と出店後の写真上げてますんで、私のブログがですね、はい、松山真嗣、松竹梅の庄にマウンテンの山、誠を司るで、松山真嗣で出てきますので、ぜひ追加していただいて、まあ、ツーリングのこともボークスのことも、まあ、売り上げもね、あの相当変わってくると思うんで、はい、もう吉と出るか京都出るかですよね。そうですね、動かしたのが、あそこら辺も含めてあの楽しみに、はい、あの見ていただければなと思いますんで、はい、ぜひぜひ登録してみてください。はい、はい、いや今回もね、今回も、はい、風邪気味なんですけど、そうですね、本当に申し訳ないんですけど、聞きにくい部分もあったかと思うんですけども、薬でねちょっとね、はい、抑えつつね、ちょっと頑張ってますね。そうですね、はい、あの和尾さんと楽しくお送りさせていただきました、はい、夢物語、本日の MC は愛の伝道師松山真嗣と、立ち位置は半歩後ろ、気持ちは一歩前の和尾春でした。はい、寒さ対策して皆さん風邪ひかないでね、はい、来週も聞いてください。バイバイ。